時間を止めたり、最高に楽しい瞬間を繰り返してみたい。そんな時でも iMovie なら自由自在です。iMovie11 のワンステップエフェクトを使えば、エフェクトとトランジションの高度な組み合わせをあっという間に追加できます。クリップまたはクリップの一部分を選び、スローや早送りなどの中から使いたいエフェクトを選びます。プロジェクトに入れてある音楽にタイミングを合わせるエフェクトもあるので、クイックなジャンプカットを使ってビデオをビートにシンクさせるのも簡単です。インスタントリプレイエフェクトでアクションシーンを盛り上げたり、黒にフェードや白にフェードでレトロな雰囲気にしたり、フラッシュして最後のフレームでホールドでアクションシーンのワンフレームを劇的にフリーズさせることもできます。貴重な一瞬を再現するだけでなく、もっと楽しくする、それが iMovie のワンステップエフェクトです。